ウエストランド・リムジンウエストランド・リムジンは1920年代の単発4座席の軽輸送機である。第一次世界大戦の終了後、航空市場拡大の予想からウエストランド・エアクラフトは3座席の軽輸送機の開発を始めた。ウエストランドにとって最初の民間機でリムジン・アイという名前が付けられた1号機は1919 19年7月に初飛行した。 ロールスロイスファルコン3エンジンを装着した副容器で乗客は胴体内に設けられ操縦士は客室後部に設けられ髪型に上がるようになっていて客室の屋根の一部の穴から頭を出して操縦した2号機は1919 19年10月に完成しリムジン2と名付けられたリムジンアイト2は1920年9月から2ヶ月間にわたって クロイドン飛行場とルブールジュ飛行場の間の郵便運搬の実験に用いられた。3号機は新エンジンであるコスモスジュピターエンジンを積んで試験飛行を行ったが、後にファルコン3エンジンに換装された。さらに4機が製作され、2機はインストーン航空でロンドンとパリ、ブリュッセル間で運用された。1920年に航空省が民間機のコンペティションを開催したのに、 合わせて5座席に拡大され、エンジンをネイピアライオンに変更されたリムジン3が製作され、コンペティションで7500ポンドの賞金を得たが、リムジン3はもう1機だけが製作され、インストーン航空で運用されただけに終わった。リムジン3の初号機はニューファンドランド航空調査会社でアザラ資料や漁業のための探知飛行に用いられた。 この会社は1923年まで存続し、郵便運搬や人の運搬を行い、2機のリムジン2も後にニューファンドランドで使用された。ジャクソン、AJ、ブリティッシュシビルヤクラフト1919 19から1972、ボリューム3、ロンドン、プトナム、ISBN0 から851778186。ありがとうございます。